川又駅は、群馬県大浦郡明和町中谷にある、東武鉄道伊勢崎線の駅である。駅番号は TI-08。群馬県内の普通鉄道の駅としては、最南端である。旧駅舎駅前の洋子相対式ホーム2面2線を、有する地上駅で、京上駅舎を有する。2016年1月22日までの駅舎は1番線側に、あり、2番線とは、 古戦橋で連絡していた。トイレは一番線に設置されていたが、強情化を機に駅舎内に移された。かつて浅草方面ホームは対比線として三番線が設置されている島式の形態であった。2006年3月17日までは当駅で特急両網の通過待ちを行う上り準急や夜間対白の回送列車が設定されていたが、 隣のハブ駅に待避線が新設されたことから翌18日ダイヤ改正で、ハブ駅での通過待ちに、改装大体白は、縦林入口にそれぞれ変更された。その後3番線は廃止となり、フェンスが設置され、河川も撤去された。かつては、当駅の北東側に隣接する、橋本産業縦林工場への専用線があり、神奈川臨海鉄道浮島町駅から、石油や、 プロパンガスを積載するタンク車や同工場で製造されたレンタ炭ンや原料炭を輸送する有害者を連ねた貨物列車が発着していた。1997年にトラック輸送へ切り替えられ廃止された。廃止後もしばらく専用船や二役設備は残されていたが2009年1月にすべて撤去された。2020年度の1日平均乗降人員は1900人である。 駅舎を強上化し東口を開設した2016年から増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通りである。駅名の川又は名和町に存在する地名だが、当駅は中谷に所在する。これは開設した際の駅名を移転後も残しているためである。ありがとうございます。